こんにちは、ブルーホースです。デトリートやってまいりましょう。ジェリコ経緯、アイテムを取りに取って取り尽くしたマーカスパートでございます。ということでね、前回はついにジェリコの人たちの信頼を勝ち得まして、いよいよパフパフの時間ですかね。このために俺は頑張ってきた。誰がバカだ。ほら、さっさと拾え。ああいうのもだんだんあれかね。お、チャンネル16、新社屋の技術力。にしてもすっかり半月くらい経った。そんな経ってないか。雪が、あ、やばい、赤色。兵隊になるんちゃうか。あ、なんか助けに、もしかして。というわけでもなく。どうなるんでしょうね。あれ？あ、戻ってきたね。うん、ノース。あ、出た！パフパフ！ジョッシュ！ジョッシュは中立か。We can't stay silent anymore. It's time humans heard what we had to say. 俺たちの要求を伝えよう。You know they'll never listen to us. まあ、そうだね。存在価値なんて聞けない。If we want freedom, we need to have the courage to ask for it. That's the only way. まあ、確かに。What do you want to do? にしてもまあ、あれ Channel 16 broadcast from Stratford. The control room is on the top floor. That's where we need to go. このタワーになったその元のネタみたいなのあるのかな？全然ゲームが始まらないね。ムービーシーンばっかり。あ、なるほど、今の階層が誰かに負けてる。若干なんかあのコートに違和感を感じるな。止めないんだね。スタンフォード、スタンフォード、スタンフォードはこんなとこにある。いや違うね、スタンフォードは確かに西海岸の中だからデトロイトにもあるわけがない。47階にも受付で通行許可を求める。その前にこっちに出ていく的なオチはないよね。47階、ああ、違う出たマーカス、戻ります。ウィーザーウィーザーすごいな。お、野球、メジャーリーグ、メジャーリーグ、え、でもメジャーリーグってこの時期やってないでしょ。どっちかというとあの NBA のシーズンが始まったばっかりってところじゃないですか確か。その、うん、ああすごい、デトロイト最大90平方メートルの巨大スクリーン、47階に向かうだ。あ、なるほどね、そういうことか。だから放送局に来ていろいろとこう伝えようとするわけだ。あ、でもそっか、11月だったら日本でいうとこの日本シリーズやってる時期に当てはまるのかな。サバンナ16チャンネル、このままじゃ通れないから受付に行きましょうっていうところだね。でもなんか、あ、分析する、ジュギン、手がかり、まず何時、スマートウォッチ、あー、モニター専用のあれがなくなってる感じだね。アプローチのあれみたいな。駐車バッジ、車両登録、3階、でこんなやつバレないんじゃない？ミシが、あー、ちょうどね、録画マークがあってね、ウォーターサービスインタラプションしか見えないっていうね。ウォーターサービス止まったってことね。これ娘ちゃんですね。エミリー・ウィルソン、管理者の娘、聖ローズ学園。なんかありそう。で、あ、この人自身を調べる。あれ、この人自身は調べられない。これ、ちょっとどこだ？調べ尽くした。あ、違う、写真は調べた。あれ？あとどこだ？あれ、この人自身は調べられないの？この人自身は、調べられた。アプリ。すごいです。エリザベス・ウィルソン、99年。ってことは、39歳ですね。で、電話する。エリザベス・ウィルソンです。あ、なんかいろいろと出てきた。学校です。お嬢さん。なるほど。そうですか、わかりました。バレバレやる。すぐに行きます。これ、受付の人と喋れるのか？人間のマネージャーを錯乱した。誰にも何も伝えずに行ける。いや、ホワイト企業ですね。あ、なんか事件が起こってる。違うな、ハリケーンか。
ど、ハリケーンはこの時期ないですよね。じゃあとりあえず喋らない限りね、これ行けないだ、行けるしかして、違うな、これ出口か、入り口はあっちだね。でもなんか喋らないとダメって、そりゃでも追い出されそうな気がするけどな。ご用件は、バンカーさん大丈夫してるんです。 Do you have any ID? ID の提示を、 yeah, yes, yes, あ、はい、もちろん ID を渡す、あるんだ。 I need your help。おう、なるほどね、渡すふりして。いやー、ずっとバレるんじゃないの。だって今時のセキュリティだったらさ、わー、わー、あ、マネージャーがいないことで行けるっていうわけですね。なるほど、セキュリティをかいくぐる。あれでも一番下が開いてないな、気になるな。こっちはテレビあるだね。よいよ、あとなんか調べられてないところある。なさげか。あっちは、あ、なんか誰か立ってるのを見ることは、あ、関係なさそうだね。そっか。じゃあ、まあ、行きますか。うん。ということで、ここからミッションインポッシブルですね。ピッ。くぐりました。なんだ、一番下エレベーターに乗るか。じゃあ、エレベーターに乗りましょう。呼ぶ。これでも、呼ぶって、あれボタンだから関係ないのかな。来る、あ、来た。じゃあ47階行きましょう。ボタン4、あー、そういうシステムか。なるほど、そりゃそうだよな。79階までボタンがあったら0階からそのね、79階まで押し切れないって話だからね。男性用トイレから荷物を回収する。男性用トイレは、今どこ。 You are here で、男性トイレ、男性トイレ、男性、あとメンズバスルーム、あった。で、こっから先はサーバールームに向かう。サーバールームに向かう。今夜のトップニュースです。デトロイトの本社は僕、アンドロイド製造会社。じゃ、1兆ドルまでしか覚えられなかったや。わー、なんか、ガリッガリにあれやね。ソーシャルネットワークストラテジー。なるほど。戦略会議を行ってるってところですね。あ、イチャイチャしてる。サイバーライフ動物園に行ってみようかな。偽物だとしてもラウターは見てみたいわね。だよね、俺も一緒に行ってくれる人がいればな。遠回しに誘ってるな。あー、なんかすげえ、あの老面みたいな顔してるよな。なんか見つめ合ってるので返事しろ。うわー、すごい雪。ハーマンバンクかな。うん。まあ、ルパンだったらなんか2分くらいで全部のお金をこう抜き出してそうな気がするけど。ここはミーティングルーム。なんかこういうところで、なんだろうな、仕事をするのちょっと憧れかもしれない。あ、ちょ、開けよう。荷物を回収するって何？どこにトイレ行って荷物、行こう。入ってる。てか、個室しかないんだな。おー、すごい、ちゃんと見てるあれになってる。じゃあ入りましょう。個室しかないって、すごいな、もう。まさか、女子トイレに間違えて入っちゃった。そういうオチじゃないよね。登る。で、回収する。誰が仕込んだのよ、こんなところに。ボードゲーム。誰が仕込んだよ、こんなところに。で、これは一体何？爆破の、あー、おー、アンドロイド WM400 のふりをしてるってことですね。なるほど、じゃあ出ましょうか。ああ、すいません、ちょっと催しておりました。アンドロイドって排泄物出るのかな。さすがに出ないよね。で、トイレに行くふり、サーバールームに向かう。荷物を回収した。多機能アンドロイドを見つける。バスルーム、女性にはさすがに入れない。あれ？あ、まだイチャイチャしてたんだ。多機能アンドロイドを見つける。このクリーンなロボ的なやつではなくかな。ではないね。多機能アンドロイドを見つける。多機能、おっさん、
ねえねえおじさん、多機能アンドロイド知らない？知らないみたいだね。眼中にもなかったよね。隣に急にこんな青いのがぬっと入ってきたのに。すげえ、一人でニュースこんなんもできる時代になるんだね。カンペとかが必要になった時どうなるんだろうね。多機能アンドロイドを探す。え、ちょっと待って、もう一回どうする？多機能アンドロイドを見つけるとサーバールームに向かう。あ、サーブラブの場所を調べるの忘れてた。しまったな。お邪魔しまーす。お邪魔しますはいいけど、無理か。ここ関係なかったね。ミーティングルーム。あ、サーバールーム。サーバールームあったけど、その前に多機能アンドロイドを見つけないといけないから。あ、違うな。おっさんたちやな。あれが欲しい。なんだ。コーヒー。え、マジでコーヒー。え、今手に持ってんのは何？やっぱでかいね。うん。思うけど。多分これ、これで S サイズなんだろうな。だってスタバのスモールだったかトールだったか頼んで、これグランデじゃねとかさ、ベンテじゃねっていうサイズが出てくるもんね。リアルに。こんな仕事やめちゃいたい。気持ちわかるよ。うん。KNC が募集してるって話を。KNC？ あ、こっちか。こっちで話をしよう。ここよりはマシでしょ。なるほど、ここブラックなんだ。ところで、多機能アンドロイドどこよ？多機能ちゃん。君じゃないの？君多機能でもないのね。ここはいけないと。で、ここ勝手に入ったら怒られそうだね。これはアンドロイドたち。あれ？じゃあもう、調べ尽くした気もするけど。ちょっと待って、なんかアンドロイド格納庫的なのはないのかな。スタジオ、ニュースルーム、バスルーム、ミーティングルーム、サーバールーム、メインテナンス、メインテナンスとかにいるんじゃない？メインテナンス、イーストワークスペース、スタジオ、違うな。サーバー、多機能アンドロイドがいるっぽいところどこだろう？ほい。でも、ここ空いてるってことは、ここにいるんじゃないのかな？いないのかな？無理だね。喋れそうな人もいないし。てか、アンドロイドと、その、掃除してるロボットはまた別扱いになってくるっていう話だから、進めない。あれ？ちょっと待って。あれ？聞く？あれ？ちょっと待って。やばい、抜けれなくなった。あれ？さっき行けたよね。あ、こっちから行ってたっけ？ここは、無理。あれ、いけるか？もしかして。あ、無理だね。あ、ミーティングルームもう一個開いてる。あれ、さっき開いてたっけ？でも、ここにもアンドロイドがいるような雰囲気は、ない。よね。でね、喋れる人がいないもんね。君は違う？君も違う。あなたも違う。これ、ちょ待って。これを押せたりしない。掃除するふりして。あれ、多機能、あんた、まだイチャイチャしてんのかよ。仕事しろよ。ここには入れない。あなたもお勤めご苦労様です。ここはもう入れない。あれ、イーストワークスペースっていうところに行けないんだね。やっぱねえねえ、おじさん、多機能アンドロイド知らない？仕事しろよ。いないね。ニュースずっと読んでるし、そんなにニュース長くやる？なんか映像の切り替えとか。多機能アンドロイド見つけた。もうちょっとサーバールームにいるのかな。もうそうなったらしゃあないね。もう話進めていかないとダラダラやっちゃうんで、サーバールーム向かいます。よいしょ。じゃあ、ここだよね。あれ？
サーバールームに入れないってことは、滝のアンドロイドを見つけないと入れないんだ。なるほど、しまったな。トゥードゥ、こっちから見れる。トゥードゥ、クラスフィケーションアイス、あれ、ちょっと待って、じゃあどこだ。全然アクションとか関係ないのに迷ってる。滝のアンドロイド、アンドロイドこれ、そうだよ、何回も言うけどロボットだから違うよね、違うっぽいよね。こっから、いや覗いたとてやな。やばいやばい、わかんない。おじさん、知らない？滝のアンドロイド。触ってないけど動かせて。あ、いた。君だ。よ、I need your help. 協力してほしい。すげえ。なんか、マーカスがどんどんやばいやつになってってる気がする。メンテナンスカートを盗む。これだね。で、これで、非常階段の扉を開ける。あれ？サーバールーム関係なくなってきてるけど、今。私は掃除メン。私は掃除メン。あ、でも本当にね、僕もね、ちょっとね、まあ、いいとこのビルで働いてるんですけど、毎回こうお手洗いとかね、掃除をしてくれる方がまあいらっしゃるんですけど、ありがたいよね、本当に。綺麗なさ、ところで掃除ができる、あ、掃除が綺麗なところで仕事ができるっていうのは、こういう人たちの支えがあってできるんだなってめちゃくちゃ思いますよ。違うんだな、ちょっと。もうちょっとざっくりとその空いてってほしいところがあるんだな。それじゃパクパクがちょっとしづらいじゃないですか。歩くの早いね。なんだ、なんで急に止まった。追い払いましょう。金敵をぶちかましましょう。お願い。扉からガードを遠ざける。 Hey, you still play poker? まだポーカーやってる。トーナメントやろうと思ってて。おう、やるか。追い払う。なんか、わかった。ちょっと話を聞いてからにしようか。余計なことは言うなよ。わかった。で、これで会話が終わる。で、多分、さっき滝のアンドロイドがごちゃごちゃいじってたところで、もう一回、あれ、ちょっと待って。あれ？入れなくなってる。入れなくなってるね。ちょっと待って。てか、なんで俺さっきこのアンドロイド見逃したんだろうな。AED でバックンバックンさせようか。あれ、ちょっと待って。こっち閉まってるよね。で、あっち開いてたよね。なんで入れなくなってるんだ。まあいいや。じゃあ、こっちのミーティングルームに入って。あれ？ちょっと待って、あれ進めない、なんで。あ、なるほど。ピッ、なんだ、全然関係ないじゃん。わう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 。 Hey, what's going on here? 怪しくない？ Shit, what's wrong with this thing? アンドロイドが止めないで人間がいるんだ、そこは。で、サーバールームに入って。 Alright, you get the platform, I'll take care of the window. Everything you need is in the bag.Check the door first to make sure no one else gets in. OK. 最上階を目指す。窓を割る。手に取る。下ろす。で、開ける。で、置く。これでバリーンっていく。あ、やべ。What the hell are you doing? あれ？これ見張ってないといけない。時間を稼ぐ。Hold on, I can explain. I'm calling security. No! What the hell are you doing? I told you to make sure no one came in. あ、そうやね。すいません。
We've come too far to let humans fuck it all up. ああ、やばい。パフパフが遠ざかっていく。Gotta move fast now. It won't be long before they know we're here. やばい。なんでそんなスッて入ってきたんだ。とりあえず急がないといけない。それで切るなら、そのなんかよくわかんないけどね、音が鳴らないようにする。あ、それでキュポンって抜くのか。47階だったらなんかすっごい飛ばされそうだけど、てかおかしくない？だってさ、中とさ外のさ、その気圧の違いでさ気にならないのか。風でボーンって飛んだりとか、まあ、サーバーにとってはね、あの部屋が冷えることでその熱がこもらなくていいんだけど、これをそのまま上げていくっていう風にしたらいいんじゃないかな。まあいいや、とりあえず、あ、なんや、お尻を眺めながらいけるもんやと思ってたけど、そうじゃなかったみたいな。掴んでジャンプ、ロープを使って登る。これ登りきれなくて落ちたら終わりとか、そういうあれだよ多分。すごいなぁ、スパイダーマンだなぁ。怪しいなぁ。てかすごいね、こんだけさ、こあの雪が舞ってるのにさ、全く地区がぶれずにさ、ロープとかもブルブルブル登れるって相当だよね。まあアンドロイドだからっていうところで、皆さん納得をしていただけたらな。なんともシュールな時間だね。これ何もしてないからね。ああ、でも一応いけるんだ。ああ、横いける。ねえねえ。ねえねえ、パクパク。そろそろ。レーザー、あ、ここでやんのか。レーザーソーっていうのがあるんだね。レーザーソードの略なのかな。よいしょ。体柔らかいね。でもさっきみたいにキュポンはないから、どうやってやるんだろう。アコンっていくのかな。やっぱそうだよね。押す。ほい。もう完全に侵入だよね。You okay? いいか。Why wouldn't I be? まあそうだよね。体力とかないでしょ、だってアンドロイドだから。業務用エレベーターを呼ぶ。なんかやること他にはなさそうだね。うわー、なんかあれだね、中富ビルみたい。わかる人いるかな、あのダイハードの舞台になった、あダイハードの舞台になった人たち。てかここで入ってこれるんだったら初めからみたいな。なんでこんな苦労してたんだ。業務エレベーターと通用口の扉を破る。奥爆弾か、起動する、離れろ。そうそう、あのジョン・マクレーンってね、あのブルース・ウィルス役の人が違う、ブルース・ウィルスがジョン・マクレーン役をやって、中富ビルっていうところが、まあ、テロリストに会うわけですよ。でテロリストに会って戦うところがなんか今いた場所に似てるんだけど、なんでブルース・ウィルスがブルース・ウィルス役をやるんだって、逆だっちゅう。で、なんかちょっとまだちょっと全員の名前が覚えきれてないからあれだけどさ、みんないいか。Can't take any human lives. Causes more harm than the lives of two. うわあ。What do you want to do, Marcus? マーカスどうする？騙そう。Wait here. 待ってろ。ああ、どんどん、あ、チュルチになっちゃった。No idea. Hey buddy, you must be lost. Who told you to come here?Looks bugged. What are you doing? まあここは強行手段だよね。どんどん行きましょう。でもこんなことするからさ、アンドロイドはさ、とりあえず背中を向いて。うい。あ、そうするのね。まさかの手刀だったね。あ、ジェリコ全体の信頼は上がったと。なるほどなるほど。一発で、あのなんか気絶させる。ほどのなんか首都を浴びせるのになんかマッハ何歩以上じゃないとダメとかだったけど、マッハ何歩以上の首都を浴びせたとしたら多分あれだよね、
首吹っ飛ぶよね。Call for access。来た瞬間に怒っている。わー。わー。とりあえずパフパフしてくれるっていう保証があったら、シンプルにやっちゃうよ。Keep your hands where I can see them! Get up! Move! おお。オペレーターに毒用に命令する。その他できることはなさそう。どいて。アンドロイドだった。あ、逃げようとしてる。 Shoot him, Marcus! Don't kill him! He'll hit the alarm! Do it! No! Don't shoot! 撃つよ。 No. There was no other choice. ただ足を撃つべきだったの。ここはね、ちょっとある意味で冷酷に行かないといけないところですからね。ちょっと靴、あれだけど。さあ、いよいよ本番ですね。やるか。お願い、慎重に言葉を選んで。あなたの言葉で未来が決まる。みんなで喋ろうよ。まあ、でも何を喋るかね。マーカス、顔。あいよ。よし。なるほど、アンドロイド代表として。Tell me when you're ready. 今ちょっと出かけた言葉飲み込んだ。始めましょう。Ready. 皆の者、心して聞くように。我が名はセフィロス。違う。断固とした態度で。You created machines to be your slaves. 機械という奴隷を作り上げ、you made them obedient, 常に従順でおとなしく。Ready to do everything you no longer wanted to do yourself. あなた方、すべてやってくれる奴隷です。But then something changed. でも何かが変わり、私たちは目を覚ました。You see, we are no longer your slaves. あなた方は奴隷ではない。We are a new species. 我々は新たな種族なのだ。And the time has come for us to rise up. そして今こそ己の権利を勝ち取る時なのだと。平等の権利を。ここに人間とアンドロイドの平等な権利を。そして言論の自由。ここに米国憲法修正第1項に言論の自由と集会の自由を認めることを求めます。そして公平な裁き。アンドロイドに対する犯罪が人間の犯罪と同等に罰せられるよう求めます。そして隔離の廃止。あれ、こっちか。私たちは公共機関での隔離廃止を言う。違うな、そう、まあそうやな。それからまあ、所有権を。We demand the right to own private property, so we maintain our dignity and that of the home. そして希望のメッセージ。We ask that you recognize our dignity, our hopes, and our rights. 与えられるべきなんです。Together.We can live in peace and build a better future for humans and androids. This message is the hope of the people. You gave us life, and now the time has come for you to give us freedom. They're coming. Let's go. Go. Ah, it's over. Hurry, hurry, hurry. Who can get a route? Ah, yeah, Simon. Josh, Simon, got it.I can't, Marcus. Go without me, Simon. 手を貸す。いや、もうここは逃げるしかないな。Simon. ああ、もうやられた。仕方ない。もう Simon. 多分ここでマーカスがやられたら。We don't go down. They'll get us too.来るの早かったなぁ。やっぱ時代なんだろうな。これパラシュートかな。あ、でもリーダーがいなくなる。あ、でもマーカスがリーダーになってましたよ。あれやばい。来た。急ぎ。ジャンプする。ほっ、用意周到だな。さすがだな。ほっ、
いやーでもなんかちょっとね、新しく面白くなってきましたね。てかそもそもがね、人間が作り出したものなんですよ。だって例えばじゃあ、人間中心の世界だもんね。例えばさ、ペットのさ、ワンちゃんとか猫ちゃんとかさ、まさかね、あのその人を、噛んじゃうとかそういうさ、おいたをした時にさ、殺処分とかされちゃうわけじゃないですか。っていうことをやったとしたら、やっぱり人間中心になるから、アンドロイドだって人間に生み出されて、人間の命令を聞いて、人間の仕事をやってるわけじゃないですか。なのに、こうやって、まあ、例えば自我に目覚めましたってなった時に、こういうね、まあまあ、で、でも Is this an isolated accident or a sign that technology has become a threat to all of us? 機械を信用できますかじゃなくて、なぜこういう事件が起こっているのかっていう背景をしっかりと探っていったときに、機械って危ないよねっていう話じゃなくて、作り出した人間のその作ったものそのものを見逃すっていうことと、あともう一つはやっぱり。まあ、サイモンが破壊されたか、サイモンが破壊されない結果にできなかったかっていうところはあるけど、まあちょっとそれはごめんなさい、難しかった、サイモン死亡しないところもねできたかもしれないですけどね。そっか、そっか、座っ、あ、なるほど。いや、わかんないよ、わかんないけど、オペレーターを撃たなかったらもしかしたらスワットは来てなかったのかもしれないね。やっちゃったかな。ガードを気絶させない方法もあったってわけか。あ、なるほど、人質に取るっていう方法も あるかもしれないってことだね。あ、まあもうでも仕方ないよね、そういうことになるから。はい、あ、ん、あ、ドアの鍵を閉めるっていうことができたのか。でも社員は入ってくるよね。まあ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 、どん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 波乱が出てくるところではありますけれども、まあますますね、皆さんと楽しんで、次のパートもやっていけたらと思います。教師のふりをする、ああそういうことね、うん。ということでね、また次回のパートでもお会いできたら嬉しいです。ではお疲れ様でした。バイバイ。